港へ行ってくれ。バルナバスという男に話を聞くといい。見つからないようにしよう。何か聞こえたのは確か。
奴らの支配力は弱まるだろう。あいつだ。行け。さあ行こう。行け。
ここは慎重に行動しよう。あそこに絶対何かある。
アリスタイオス、見つけたぞ。この洞窟は要塞に通じてるな。今見つかるのはまずいな。なぜここにいる？Thank you.
間みたいだ。確認した方がいいな。ここで見ろ。あと一歩近い。今よりもいい片付いた印象を持っていこう。確かめよう。
奴を探せ。油断するなよ。戦いに乗り遅れた。父さん。アレクシウス、ここで何をしている？そいつを殺しに来た。お前の敵ではなかったろう。ともかく再び会えてよかった。また会えるとは思わなかった。今まで何を？とうの昔に名誉を失っていたとメガリスで気づかされた。過去に戻ってお前に償うことはできないが、ステントールとの約束を果たすことはできる。まさかこんなところで会えるなんて。私が去ったせいでステントールに重荷を背負わせてしまった。放ってはおけない。そうか。勇士を殺せばアテナイの勢力を削ぎ、反乱軍の士気もくじける。ステントールを助けに来たのか。よかった。あんたを必要としてる。そろそろ大切な人を守ってもいいと思ってな。その通りだ。ずいぶん人が変わったな。俺はずっとこうだった。あんたは気づかなかったろうがな。私は頭が固いからな。だが今は誰かのために行動したい。ステントールが成功するために伝えなければならないことがある。俺はあの時助けて欲しかったよ。けど今あんたを必要としてるのはステントールだ。
認めはしないだろうがな。ステントールも同じ家族の一員だ。あんたがそばにいてやってくれ。そうしよう。たとえ嫌われていようと、あいつに会えて嬉しかった。そう思う。また会おう、スパルタのアレクシオスよ。行くぞ、ソラ。Yeah.
ここには誰もいないか。ここで一体何をし。人が倒れてるぞ。こんなに。
あなたのおかげで自由になると、どうお返ししたらいいか。やあ、ようこそ。私はサルゴン。神話と古代の文化財を管理する使命を帯びている。望む以上のものが何でも揃っている。もちろんお代はいただくが。そこまで商品を称える商人は見たことがない。よほどの品なんだ。ギリシアで最高の品物だ。保証する。でなきゃゼウス様に罰を受ける。値段が見合うならドラクマを使うことに抵抗はない。ドラクマに興味はない。サルゴンが受け付けるのはオリハルコンだけだ。聞いたことがないな。幸い知っているものはほとんどいない。ずっと昔にあった貴金属だ。このサルゴンが魅力を感じる性質を数多く持ってる。何を売ってるんだ。いろいろあるぞ。いろいろだ。武器もあるし、防具、おしゃれな服、装飾品も何でもござれだ。それに船もある。ドラクマを取らないとはどんな商人だ。ドラクマよりずっと価値のあるものに心酔する商人だ。オリハルコンはどこにある。探し方を知っていればギリシア中で見つかる。掲示板の仕事も見てみろ。サルゴン以外にもオリハルコンを扱う者はいる。よし、品物を見せてくれ。戻ったか。勇士たちは始末した。
お前も死ねばよかった。残念だったな。天罰は本当だな。天罰じゃない、天の助けだ。なぜ俺が来たと思う？天に嫌われているからお前と会う。見たところ天の助けを求めてたようだが。話している余裕はない。今のうちにスパルタがこの地を抑えなくては。さっさと終わらせよう。その通りだな。お前の姿を見るのは苦痛だ。勝てないわ敗北よ。スパルタは栄光を味わう気だ。あんたの勝利だ。見事な指揮官ぶりだったぞ。軍の指揮は全て父上に教わった。お前に殺されてさえいなければもっと学べたものを。やめろ。偉そうに指図をするな。指揮官は私だ。協力してやったのに。こんな横柄な奴は見たことがない。父上がお前を見捨てるわけだ。俺の家族の何を知ってる。父上はお前を崖から投げ私を選んだ。
どっちが王兵だって？所詮あんたは後釜に据えられただけだろう。それは今にわかる。どういう意味だ？アテナイ軍は蹴散らした。今こそ真の敵との決着をつける時だ。ステントール、お前は用済みだ傭兵。メガリスで私から父を奪った罪、その命で償うがいい。なぜこんなことをする？お前がメガリスに来たせいだ。戦争を追放に帰し、父上を殺した。俺はすべきことをしたまでだ。お前も死ね。俺を殺して得るものがあるのか？正義、復讐、平穏、一つでもいい。すべてならなおさらだ。信じてくれ。復讐があんたの痛みを癒すことはない。お前を信じる、それだけはありえない。こんなことをする必要はない。だからどうした？お前の言葉など聞くに値しない。ニコラウスはこんなことは望まない。お前に分かるものか、裏切り者。俺は裏切り者じゃない。お前はスパルタを裏切り、家族を裏切った。父を殺し、私から平穏な人生を奪った。この冷たい刃を心臓に突き刺してやろう。それがふさわしい。殺し合っても過去の傷は癒えはしない。父上。ステントール、父上、あなたはまだ死なんさ。あいつは報いを受けるべきです。まったく、何度言えばわかるんだ。ステントール、彼に非はない。私はどうすれば？お前たちには共になすべきことがある。私の教えを生かし、スパルタ軍を指揮しろ。そして勝利をつかめ。どうやって？お前は立派な男だ。我が息子、偉大な戦士だ。私よりも優れた指揮官になるだろう。お前ならできる。やります、父上。あなたが誇れるように。お前はすでに誇りだ。危ないところだったな、アレクシオス。スパルタ中が不穏な空気だ。戻るときは気をつけろ。俺たちなら心配いらない。では彼女は？ナクソスの指導者だ。ミュリーネらしい。二人に神のご加護。